あぶねえ、あぶねえ、ナイスキャッチとしか言いようがねえ、ナイスキャッチとしか言いようがねえ。こんにちは、はじめしゃちょーです。はい、ということで今日は何の日か皆さんご存知でしょうか。任天堂ラボの発売日でございます。よっ、ありがとうございました。というわけで、もう早速買ってきたわけなんですけども、なんかすごいに重いんですよ。てかこれ本体自体が、てか売ってるのが2種類あって、これはロボットキットっていうなんかロボットになれる段ボールのやつで、もう一個バラエティキットっていうなんか釣りしたりピアノ弾いたりなんかいろんなことができるやつの2つが売ってたんですけども、これ多分動画にするならロボットキットの方が面白いんじゃないっていうわけで、今日ちょっとロボットキットを作って、あのロボットとして暴れてみようと思います。いや結局気になるのがですね、どうなんだろうっていう、段ボールを売っていくか任天堂さんっていう驚きはあったんですけど、で僕結構段ボールで物を作るの好きなんで、なんか相性がいいんじゃないかなっていう気はしております。開けてみます。うおー、あ、ソフト入ってました。はい、ソフトまず入ってます。すげえ、もう全部段ボールじゃん。このキットで遊ぶにはまずはトイコンを作るんだ。早速ソフトを起動しよう。そうすれば全てが分かる。なるほど、分かりました。何が起きるんだろう、全く。とりあえずもう起動しろってしか書いてないから、あとはもう、え、任天堂ラボでは本体設定やソフトの設定によらずジョイコンの振動機能を使用します。はい、お、コントローラーはまずいきなり更新されることから入りました。よし、できました。きた、ハロー、ニンテンドラボ。お、え、待って待って。いや、まず、ロボット作りたいよね。とりあえずもうロボット作りましょう。今すごい家庭よく、なんか、今めっちゃ家庭ありますよアピールされたんだけど。え、待って、難しいのかな。は、8ステップもあるの？ガンダムウォーズかよ。だって、こんな、やべえ。わわわわ、いや、やるかんね。特殊パーツ、はい、特殊パーツ入ってます。紐とか入ってます。ロボットワイヤーでこうやって動くんで、それ用のパーツだと思います。わかりやすいね、でも、うん、すごい丁寧。まずはバイザーを作ります。まずこれだね、多分ここで合ってるんだろう。ここと、これの、ここですね。オッケー。待って、これ、折れそうで怖い。バイザーがあればロボットの頭動かせる。思ってるのは全然。チンチン。はい、はい、はい。ああ、折れちゃった。いや、これすごいありがたいね。なんかゲームがさ、作り方を説明してくれるからさ、うん、なんか説明書を読むめんどくささがないというか、動きがあってわかりやすいし、さっきと同じ要領か。はい、待って、頭でかすぎた。できました。オッケー、できた。これはちょっとだけテンション上がった。おお、え、待って、あ、待って、俺の頭がでかすぎた問題。あ、でもすごい、これが一番難しかった。欲しい、あと7個やるのか。これ作るまでを楽しませるやつなんかね、多分そうだよね。でもいいよね、今の子供スマホゲームしかしねえかんな。待って、これさ、これ子供多分1週間かかるぞ、これ。任天堂さんの記事見たんだよ昨日、うん、なんでこれ出したかっていう、うん、今の子供は、うん、ちゃんとできてるって本人が思ってる、できてないことが多すぎるんだって。それってマジでやばいことらしくて、これだとほら分かるじゃん、ちゃんとできてるかできてないか、うん、そういうのを今の子供たちに教えたいんだって。天才だと思ったよ、素直に。おらー、できた。次行こう。でもまだ8分の2ですよ。うん、あ、待って、ない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 。待って、なんでそんな一体化してんの。おーおーおー、いきなりそんなジョイントする。おお、
一人だと死ぬね、これ多分。え、えぐいよ、だって。結構えぐいよ。うわ、これむずいなぁ。これマジ。子供も大変だけどさ、このタダッチポジションのお父さんも多分並々だろうね。うん。てか多分お父さんがやるんでしょうね、最終的には。もう嫌だっつって。うん。はい、ただのオッケーです。オッケー。8分の3やー。休憩してしっかり体力回復だと。いいえ。1日で全部組み立てるのは結構大変だ。続きはまた明日っていうのもありだよ。絶対嫌。よし、行きましょう。できるかな。あ、来てる。あ、すごい、ちゃんと引っ張ったら上、引っ張ったら上下しますね。おー、すごいすごいすごい。滑らか。オッケー。8分の4終了。半分。出てきました、どんどん。はい、どうですか。うん、オッケー。はいはいはい。アームできました。え、マジでもう終わるじゃん。もう8分の5終わった。次、ロボットシューズを作ろう。嫌です。これさ、俺こんな段ボール作るのこんな大変だから、ロボット作ってる人やばいだろうね、多分。うん、行きます。はい、動かします。はい、どうですか。動いてる。もう一息やで。あと2個。いよいよラストスパートです。マジで時間かかった。まだ2工程あるんですけど、もう多分2時間近く全力でやってるよね。うん。大の大人が本気でやっても2時間ぐらいかかっちゃうんで、結構これ多分子供の人がやると死ぬぜ。ほんと根気がいるので、ちょっと作るときは結構覚悟がいります。やってみましょう、ラストスパート。オッケーオッケー、いいんじゃないいいんじゃない。オッケーだと思います。あとはジョイコン合体させるだけ。テンション上げ上げてゴーゴーゴー。へへへー。スイッチ本体とジョイコン準備してね。まずバイザーにジョイコン L をセット。こうね。うん、はい、オッケー。セット、はい、押せずれ。できたー。もう装着まで行ってみましょうか。絶対飛ぶよ、絶対飛ぶやん、これ。いや、でもなんかすごいね。うわ、すっげー魅力を感じるね。よし、はい、というわけで無事作れたんですけど、めちゃくちゃ大変でした。結構、本当に